おかえり。早かったわねうんあら高尾さんは <laughs> 今日はおうちでご飯食べるってええー、ちゃんとあの人の分も用意しといたのに <laughs> おかしいのよそれが結婚前から毎晩のように嫁さんになる人の実家に上がり込んで晩飯を食ってたら重々しいやつだと思われちまうじゃないかですってっ <laughs> <laughs> 何言ってんだか今さらねえ大 <laughs> 真面目な顔してそんなこと言うんですもん吹き出すのをこらえるのに苦労しちゃったねえそれで別れ際には何て言ったと思うええー、<laughs> でも急に覗かなくなるのも不自然だから明日は行くよって <laughs> 本当にもう <laughs> 相変わらず面白い人ねねえ <laughs> 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 まあすます気に入ったわは、<laughs> あ何それはそうとお母さん何その箱ああこれうん さっき何度片付けてたら出てきたのよええー、何が入ってるの見せて、はあ、ガラガラ <laughs> もしかしてこれ、私が赤ちゃんの頃のよくも、まあ、取っといたもんよねええー。うん、あれでも、ねえねえ、なんかこれ、手に持つところ黒ずんでない それね、お父さんよお父さんそう優子が生まれた時お父さんそりゃもう喜んじゃってね <laughs> 好きなお酒もピタッてやめて工場 <laughs> から一目散に帰ってくるようになったのはいいんだけどうんうんあんまり急いで帰り自宅するもんだから手なんかロックスポ洗わないわけよ汚い <laughs> それでもう油まみれの手であんたのことぐーッ抱き上げるもんだからもう母さん悲鳴あげてたわ <laughs> <laughs> やだ でもね、うん、親が親なら子も子でね、うん、そんなお父さんが武将ひげだらけの顔で頬ずりするとあんたもキャーキャー言って喜ぶのよあきれるやらおかしいやらでも <laughs> <laughs> うんでもそんなの全然覚えてないなってまあ当たり前かあ私も食べようある日ね、うんうん、母さんお父さんに宣言したの、うん、ちゃんと手を洗うまで優、うん、子に触っちゃダメって、うん <laughs> お父しぶしぶ了解したけど、うん、あんた相変わらず手は油まみれのまんまよああじゃあどうしたの <laughs> うーん母さんがにらんでるもんだからさすがに抱き上げることはしなくなったんだけど <laughs> 代わりにそのガラガラ買ってきてね、うん、ひとしきり優子のことあやしてたわ <laughs> じゃあここんところが黒ずんでるのはうんうんあ お父さんが油まみれの手で持ってたからさっさと手を洗ってくればいいのにって言ってもいいんだいいんだってニコニコして <laughs> ゆうこは優子でどんなにぐずってたってお父さんがガラガラ振ると不思議と機嫌が治ってあんた声立てて笑ってたわよ <laughs> <laughs> おかしいわね <laughs> うんうんそんなことがあったんだ お父さんが言っちゃったのそれから間もなくだからもしかしたらお父さん予感してたのかもね今から思えば少しでも長く優子と過ごそうとしてたみたいきっと優子がお嫁に行くんでお父さんも「おめでとう」が言いたくなったんじゃないかしらね <laughs> お父さんあ,あらあら昔はこれで泣きやんでたのに <laughs> だってはいはい <laughs> 落ち着いたら夕飯にしましょう高尾さん来ると思ってたからたっぷりカレー作っといたんだけどねえ高尾さん明日来るんならカレーも明日にしよっかうんそうだね二日目の方が美味しくなるしうん今日は照屋物出しましちゃおうか <laughs> そうだねいいねいいねどこにする <laughs> うーんおお寿寿司。お寿司がいいな。いいよんーじゃあたまにあたしがだすから。